忘れがち、癖強めの忘れがち。これってどうやってツイート、2個の携帯あったらどうやってツイートするんですか。あ、9位に上がってる。嬉しい、ありがとうございます。携帯、あの配信用の携帯とまた別にツイート用の携帯があったらどうやって。あ、ありがとうございます。ショールーム開いて鳥マークタップ、ありがとうございます。なるほどなるほど。あ、待って待って、自分の声が副唱っていうか何ですっけ。鳥マークどこや、あ、これか。あれ、できやん。できん。あれ、あ、なるほど。これできてないのか。ありがとうございます、教えてくださって。でもちょっとできんかった。明日からできるようにした。連携しなあかんのか。50カウント完了、ありがとうございます。半袖寒いんですよ。そう、今日半袖で来てしまって、家出た瞬間寒ってなりました。びっくりするぐらい寒くて。すごい、なんかこんな悪いの、もうまだ夏やと思ってたんで普通に半袖できちゃって寒ってなりました。だからびっくりしたんですよ、寒すぎて。風邪ひかんようにしますねそう、風邪だけはひかんようにします。お疲れ様でした。はい、お疲れ様ですあ、そうや、夏りものアーカイブが出たんですね。そう、夏りものアーカイブ出ましたので、ぜひまだ見れてなかった方はぜひぜひお疲れ様でしたお疲れ様です。ストリートウォーター見まくってる嬉しい。 KV もあります。そう、ここは人通りが多くてね、なんか嬉しくなる嬉しくなります。もうこれ、この季節は秋ですか？秋って考えていいんですか？秋、秋。そう、寂しくなくて。もう秋か。そう、なんか秋なのか分からんくて、なんか秋っぽい帽子をかぶろうかかぶらんとこうか迷って。帽子、最近この帽子が好き、キャスケット。
バスケットです。これかぶったら顔暗なる枕になっちゃう。そう、生地がコーデュロイの生地なのでちょっと秋っぽいかなと思って、まだどうしようって迷ってたけど持ってきましたちょっとこの帽子かぶろうか迷っててボッサボサになっちゃった、かぶった後ボッサボサや。帽子似合ってる、やった、帽子好きなんですよ。言ってそんなかぶってないけど写真はあんま上げたことないけど、かぶってはいます。ボサボサやん、キュッキュッ。コーデュロイは春まで使えるそう、直しました。そう、恋愛禁止条例公園の爆弾さだめか、たまにっていうか、まあ普通に普段はかぶってることが多いですね。多くもないけどかぶるのが好きです。ですもう、頭おかしくなりそう頭おかしくなってますね、頭が。お、だるまさんありがとうございます。だるまさんだよだるまさんだ。あ、ゆずはさんと、ゆずはさんが、あ、ほんまや、乗せてくださってる。まや、嬉しい、やった僕以外の誰かもそのキャスケットの衣装を着させていただいて、そう、嬉しかった。帽子やった、ベレー帽も好きです。でもベレー帽はなんかめっちゃ好きなんですけど、ちょっとそんなに持ってないかも。まあ、ユーザーさんのお話ししてたんですよね、だから嬉しい。あ、その生写真持ってますか。嬉しいです。帽子かわいい、帽子、ケット何気に衣装で帽子かぶってますかね。どうやろう、そんなあんまり自覚なかった自覚っていうか、あんま何の時やろう。でも僕以外の誰かしかと、その恋愛禁止条例公演のバックダンサーぐらいしか思いつかないです。ああ、2番目のドアのあれか、ミニハットみたいな、このちっちゃいやつか、確かにそれかぶってます。ああ、おニュー、おニュー、ああ確かに、あれはでも、まあ、全部違うけど、そんなユニットやからかぶってるけど、そっか、そんな毎回確かに被ってますね。
確かに被ってるのは被ってます。なんか鬼へ待ったみたい。楽しかった鬼。帽子何個ぐらい持ってるか。めっちゃあると思います。あ、でもそんな言うてか、キャップ20個、20、30個ないぐらいです。そんなにでした思ってたより。そんなないです。あ、めっちゃありますか。じゃあめっちゃあります。帽子屋さんできるんです。だからそうできます、できます。キャップが多いですかね。でもキャスケットも4、5ぐらいあって4つか4つ使い分けてる。そう、帽子好きなんです。ベレー帽も、ベレー帽も結構ある。帽子屋さんにしては少ないか。確かに。うん、けどまあまあ。あ、ニット帽もありますね。ニット帽合わせたら結構ある。ニット帽だけで10個ぐらいあるかも。ベレー帽はめっちゃ秋。確かに、けどあれで被ってましたね、あの生誕 T シャツを着た時の握手会、握手会かなんかでかぶってたかも。いつや、いつやったっけ、今年の、今年の生誕 T シャツ着てる時の握手会やから。びっくりした。待って、びっくりしすぎて携帯落としたくなった。ほんまにめっちゃびっくりした。ごめんなさい、皆さんうるさかったですよね絶対。悪いやつや、悪い、悪いな、ごめんなさい。この野郎、この影で気づいてると思って。いや、気づかなかった。めっちゃ、めっちゃさ、写真探してたからさ、こうやって何やろとか言ってたらさ、そっか、下見てたんか。そう、めっちゃびっくりしてんけど、本当に皆さんちょっと一気にうるさくなったよな。ごめんなさい、ほんまに、ほんまにびっくりした。うるさかったよな、めちゃめちゃうるさかった。自分でもうるさって思ったもん。いや、ほんまにびっくりした、ごめんね。逆にびっくりした、逆にびっくりした。そう、びっくりした。みっちゃんでいいよ。ミラコです、ね、かわいいミラコです。ミラコも配信するのにな。そう、今からお、はい、今から、ごめんなさい、もうびっくりした、ほんまにびっくりしました。今ごめんなさい、皆さんが一番びっくりしましたよね、きっと。ケットのこのうるさい声にほんまにびっくりしたらああなっちゃう。ごめんね、ごめんね。いいよ、ありがとう。ありがとう。ずっと会えない。そう、ミラコもミラコで配信してるから、そう、ちょっとね。びっくりした。はあ、絶対絶対やばかった、ほんまにめっちゃびっくりしたと思う。携帯さあ、ずっと見てたらうおーって落としそうになりましたもん。うるさい自分。ねえ、びっくりしました。申し訳ない、耳潰れてないんですか。耳が潰れてなければいいけど。寝起きドキューと同じリアクションでした。でも寝起きドキューそんなびっくりしてなかったかも。え、びっくりしてたか。うわ言ってたから。
ギリ大丈夫、よかったです、セーフ。ミラクをバツとしてダンサブルルの公演主演して確かに今度は仕返ししましょうか。そうや、ミラコももうちょっとで配信するか。何も知らないミラコはどうなるか。え、主催って言ってなかったっけ、けど主演って言いました。なんて言った、主催って言ったつもりで言いました。なんて言ったっけ、主演なんて言ったかな、主演って言いましたか、主催ですね、間違いです。主催でした、主演でもいいですけどね。ミラコによくドッキリそんなされないけどたまにされます。今日もなんか騙されたんですよね。今日2回目や、2回やられました。何やったかな、なんか騙されたんですよ。びっくりって、さっきのびっくりっていうよりかはなんか話で騙されました。何々やねんって言って、まあ何々やねんか、まあ嘘やけどって言われて、それ嘘やけどって言われるまでずっと信じてうんうんって聞いてたのに。そう、嘘つかれたんですよ。ごめんなさい、そんな悪い意味じゃないですよ、あの悪いイメージ持たないでください。悪いことじゃないから、別に全然いいんですけどね。そう、あ、だるまさん、だるまさんありがとうございます。そう、仲良いこそからこそです。そうそうそうです、全然仲良いので嘘つかれてもいいっていうか、そう、ノリで。すごい、だるまさんいっぱい、あ、そうですそうです、嘘かーいって感じの、未来ちゃんが本当に悪い嘘つきやーとか、そんなんじゃないですよ。ということが言いたかったんです。そう、なんかアーノンとはまた違ったノリ。そうなんですよ、アーノンはお姉ちゃんって感じだけど、ミラコはなんか幼馴染みたいな、帰ってきたから、なんか何悪い顔してなんか企んでる。そう、聞きつけてきましたね。わあ！もう今のは分かった。分かった。うん。だってそうってなんか気配感じた。いやいや、ごめんごめん。セーフセーフ、危ない、ほんまに怖い。ファンの人大丈夫、ごめんなさいね、うるさくて。いいよ、大丈夫。うん、大丈夫。せやな、ここ結構わかるな、これはわかるな、さすがに。そう、ちょっとなんか影が見えた、うん、影見えちゃったか、最近は下向いてたからわからんかったけど、くそ、もう
のね、ミラコが叫ぶより先にケイトが耳閉じるのが早かったと思う。けどわーって言っちゃったよな、反射的に言っちゃった。怖い怖い怖い、ごめんね皆さん。大丈夫です。ありがとう、優しいね皆ちゃん。優しい優しい。何時まで中のケイト、うん、ね、あとちょっとやな、あとちょっと56分、ね、タイマーかけてるやん、うん、そう、かけてね、かけ忘れててんけどな、絶対みんなやらへん。おこです、やって大丈夫大丈夫大丈夫、おこでちょっと大丈夫大丈夫絶対もやらへんから、うん、お願いします。皆さんの耳が潰れちゃうからね。そうそうそう、あと、ね、今49分だから56分まで、あと6分ですね。1分、うん、あ違う、7分でした、1分間違えた、7分ですね。この枠は56分までです。学習してイヤホンやめました。きっとそれが正解でしたね。ミラク面白い、本当に面白い、ほんまにめっちゃ面白いね。そう、本当に面白いって思う、いつも楽しい、面白くて。ちょっと待ってください。大丈夫です、なんかしんちょっと一瞬しんどくなった。大丈夫です、全然大丈夫です。きっと叫びすぎて、さっきのあミラクルやられたやられたかも。あまり喉がおかしくなってるかもしれん。ちょっと待ってください。ちょっと落ち着かないと。お、だるまさんありがとうございます。だるまだるま。お水飲んでありがとうございます。あと5分なので大丈夫です。あと5分、多分落ち着きました。大丈夫です、大丈夫です。やられましたがね。大丈夫です。我々は宇宙人じゃない。大丈夫でした。大丈夫でした。お、あと3分ですね。まや、それではランキングを発表します。13位から13位、ケイトン55、
557ココナさんありがとうございます。12位たけしさんありがとうございます。11位ペペさんありがとうございます。10位テカドンさんありがとうございます。9位パパウパウパウさんありがとうございます。8位ひでまるさんありがとうございます。7位ふがしさんありがとうございます。6位クレパスゆうちゃんさんありがとうございます。5位サトルラブさんありがとうございます。4位グレイキャップアイスクリームさんありがとうございます。3位よしひらさんありがとうございます。2位なんちゃんさんありがとうございます。1位だね怖いってほんまにもうちょっとランキング発表中だったんですけど1位何これ TTT さんトリプル T さん TTT さんありがとうございます。あー心臓止まるかと思ったほらほらじゃないですよほらじゃないですよって、ね、敬語になっちゃったもう塾長やられた絶対来ると思ったあそこで待機しててんえ壁の向こうでそうやろ あのあそこ壁見えへんかったでここでここでそんなんやらんでいいねメイク直しててさやばいランキング発表してる走ってきてくれたありがとうまだ6位やよかったと思ってありがとうありがとうじゃないよありがとうっておかしいよなすいません皆さんお邪魔しましたありがとうゲットのことかわいいありがとうということでやばいもう時間かな あと1分ですねよくないけど走ってくれたみたいなのではいということであと1分ですね。ありがとうございましたということで次が最後の枠ですね。今日最終枠となります。あと30秒ぐらい。最終枠も頑張ります。それではあとちょっとか あと5秒。ありがとうございました。それではまた、19時半にお会いしましょう。